今ので最後の裁判じゃな。今日も一日疲れたな。ああ、お主もご苦労様じゃ。新米の極卒の割に、なかなかの働き者ではないか。この閻魔大王の傍らで仕事をするというのも、大変なものだとは思うが。引き続き、よろしく頼むぞ。ところで、わしを部屋まで連れて行ってはくれぬか？いや、仕事中は常に気を張っている分、この裁きの間から自力で出る気も起きんのじゃ。怠けるのは悪いことではあるが、人を裁くためとはいえ、日に三度は罰を受けておるのだし、このくらいはいいじゃろ？代わりに何か褒美をやるから、な、頼む。おお、さすが我が側近じゃな。このままわしの部屋へ行こうじゃ。ご苦労ご苦労。よし、先ほどの約束通り、何か褒美を与えねばな。何がいいのじゃ？不相応なものでなければ、遠慮なく申すがいいぞ。ん？はっきりせんな。何をしてほしいのか、はっきり言わねばわからぬじゃろ？人間を裁くときとは違うのじゃぞ。お主の隠し事のために鏡を覗くわけにもいかんのじゃからな。よしよし。素直なのは良いことじゃぞ。こうして良い行いを重ねれば、天国に近づけるって、ここは地獄で、お主は極卒じゃった。まあいい、耳かきじゃったな。ベッドに座りながらでもできることじゃし、構わぬ構わぬ。ほれ、こっちに来るがいい。では、少し耳に触れるぞ。こうして、少し耳を引っ張って、中をよーく覗き込んで。なかなかに赤が溜まっておるな。よかろう。わしがこの中を見間違えるほど綺麗にしてやろうではないか。耳かき棒をそっと入れてと。このエンマ様に耳かきをされる気分はどうじゃ？まさにこの世のものとは思えぬ心地よさじゃろう。触れている体が熱い。お主は極卒なのじゃから、それくらいは我慢せい。いつかはお主も、どこかの拷問を担当することがあるかもしれぬ。
そうでなくとも、わしの傍らで働く以上、日に三度、熱い銅という扱わねばならぬのじゃ。この程度の暑さには、慣れてもらわねばな。なぜかはもちろん、お主も知っておろう。わしが人を裁くため、他の獄卒たちから受けておる罰じゃ。わしももとは死んだ人間。人が人を裁くのも、また罪であるからな。ほれ、だんだんとわしの体温にも慣れてきたじゃろ。わしも獄卒に耳かきなど初めての体験じゃが、だんだんと慣れてきたぞ。その息じゃ、わしもお主もな。じゃ、せっかくの新米獄卒がわしのそばでくつろいでおるのじゃから、まずはこれを聞くべきじゃったな。地獄の、それもここでの仕事というのは辛くはないか。もしも環境に問題がある場合は遠慮なく申すのじゃぞ。仕事が大変であることと辛い職場であることはまた違うからの。よーし、終わったぞ。どうじゃ、耳の聞こえは。改善されておるならいい。では反対側じゃな。向きを変えるときは慎重に動くのじゃぞ。角が刺さっては痛いからな。よし、上出来じゃ。続けて左の耳も綺麗にしていくからな。無駄に動くでないぞ。
ちもだいぶ垢が溜まっておるな。忙しくて耳掃除をサボっておったのか。冗談じゃ。垢があるとは言ってもお主の耳はそれなりに綺麗じゃぞ。ただ綺麗にする余地がまだあるというだけでの。綺麗になる上に気持ちがいいとは、お主もいい褒美を選んだものじゃな。動くなと言ったじゃろ。うつらうつらとしおって。お主も疲れて眠くなってきたのか。まったく仕方のないやつじゃ。ならばわしが少し手伝いをしてやろう。お主が眠れば耳かきもそこで終われるからな。聞くところによると、現世では人を眠らせるときには何かの数を数えるそうじゃぞ。ここならば、そうじゃな。罪人の血が一滴、罪人の血が二滴、罪人の血が三滴、罪人の血が四滴、罪人の血が五滴。眠るのには不吉すぎるじゃと。贅沢なやつじゃな。あと少しじゃ。眠らぬというのならもう少し我慢するのじゃぞ。これもある意味傲慢かもしれんな。眠くなるほど気持ちがいいのに眠ってはならぬのじゃ。手を止めてほしくなければな。まあ不起訴よりもずっと軽い傲慢じゃがな。
うん、こちらの耳もおしまいじゃな。では、仕上げにもう一度、耳の中を。うん、こんなものじゃな。どれ、起き上がるがいい。うん、お主が眠いのは分かったが、わしとて限界なのじゃぞ。もともとは疲れてここへ運んでもらった褒美じゃ。覚えておろう。というわけで、明日も早い。お主も同じなのじゃから、早く部屋に戻って休憩をとるのじゃぞ。うん、おやすみ、じゃあ。